こんにちは。JNW パーソナリティのたまこです。今日も海外で話題となっている日本に関する出来事をご紹介していきます。昨年5月にアメリカで起きた黒人男性が白人警官に首を圧迫され死亡した事件によって、世界中で反黒人差別運動が拡大しました。この運動は大きな波となり、化粧品業界をも大きく揺るがす事態になっています。事件の翌月の6月には、フランスの化粧品会社の最大手であるロレアルが、ホワイトニング、美白、白、明るくするといった言葉を商品から削除することを決定し、この判断に世界中で賛否が巻き起こっていました。おそらく日本では、これは行き過ぎだと感じる人の方が多いでしょう。それは美白という概念が欧米とは全く違うからです。色の白いは七難隠すという言葉が浮世草子に書かれたのは1700年代初頭のこと。むしろそれ以前から日本には白肌願望がありました。そこに人種による肌色の違いという考えは当然なく、純粋な美容的法則だったのです。しかし先日、大手メーカーの花王は今後自社ブランドのすべてにおいて美白という表記を取りやめることを発表しました。世界各地で起きている黒人差別への抗議運動、そして世界中でホワイトニングという表記が改められている流れを受けての決定ですが、海外からも行き過ぎた配慮との意見が多く寄せられていました。早速コメントをご紹介していきましょう。21世紀は一体どうなるんだ。当然白い肌が優れてるわけじゃない。でも選択肢は用意されるべきだよ。美白になりたい人は美白化粧品を使えばいい。全部禁止する必要はないだろう。俺は変な理論だと思ったよ。世の中は本当の問題から目を背けている。結果として化粧品の名前に注目しているんだ。お金を稼ぐための企業の決断だよ。馬鹿げた配慮ってのが暴走しちゃってるね。問題になっているのは、日本語の美白は美と白が一緒になっていること。変更するのはいいことだと思うよ。ついでに明るい肌が美しいって概念も変えた方がいい。何の冗談だよ。日本人は英語じゃなく日本語を変えてしまっていることに気づいて。美白ってのは単純に美しい白って意味で、ホワイトニングは何かを白くするって意味だよ。この問題の重要なところは、ヨーロッパなどでホワイトニングと表記された商品は日本とは違い、ハイドロキノンという実際に肌を白くする成分が入った医薬品をイメージする方が多いということ。ハイドロキノンはアフリカ系の人たちが肌を白くするために使用されてきたものであって、欧州でいうホワイトニングと日本の化粧品業界が謳う美白とは微妙に意味合いが違うのです。またホワイトという言葉に差別的なイメージを感じる欧米と比べて、そうではない日本では反応が異なるのは当然のことでしょう。ちなみに欧米では美白の需要は少ないため、元から化粧品に肌の色を白くするという表記はあまり使用されていません。色白よりも小麦色の肌の方がいい印象を与えることが多く、肌が焼けているのはアクティブで健康的、さらにはバカンスを楽しめる富裕層というイメージがあるのです。対して日本や中国、韓国、タイなどアジア圏では色白が好まれる傾向があります。日本人の場合は今から1300年ほど前の飛鳥・奈良時代から白い肌が意識され始めたそうです。仏教をはじめとする大陸文化の一つとして、化粧品や化粧法が中国から日本に伝わったことがきっかけでした。特に評判があったのが鉛で作られた鉛白粉で、それまで使われていた米や貝殻のおしろいよりも美しく仕上がると宮中の女性を中心として人気でした。さらに平安時代には真っ白に顔を塗り上げることが良しとされ、男性も含め貴族はおしろいで肌を白くしました。美しさのためでもありますが、おしろいが高級品だったためステータスの象徴でもあったのです。また1000年以上の時を通じて美白を追求してきた日本人ですが、ガングロは極端としても小麦色の肌が人気だった時代もあります。ちょうど高度成長期だった昭和40年代、資生堂が打ち出したコンセプト、
太陽に愛されようが大ヒットし、夏は小麦色の肌という考えが広まり、素肌に近いナチュラルメイクがトレンドとなりました。つまりは時代によってその価値観も変わりますし、日本人にとっては美白という考え方の根底に人種差別があるわけではないのです。また美白を求める感覚は遥か昔から刷り込まれたものであって、白人に憧れているというわけでもありません。ただ世界の大手化粧品会社による大きな変化の波の中で、グローバル化が進む今、日本の文化や習慣に基づいた美白を伝えるよりも改めた方が有利な状況にあるのでしょう。今回の日本メーカーの発表には海外からも様々な反応がありましたが、その多くは言葉狩りのような状況にうんざりしているものでした。さらにコメントをご紹介していきましょう。海外の反応。ホワイトニングがダメ、浜で黒くする未来が見えるよ。ちなみに明治末期まで歯を黒くするのは日本の既婚女性のトレンドだったんだよ。公平さってなんだろうね、最近わからなくなってきたわ。芸者だってお白いを塗っちゃダメなのかな。僕はそんな風になってほしくないよ、伝統だもん。はっきり言うけど、これは人種問題と無関係だよ。もっと人々が人種問題を理解しようと時間を割いていたら、問題は今みたいに悪化していなかっただろう。アメリカで生まれたソーシャルジャスティスウォーリアーを世界中に送り出してしまったことを深くお詫びします。アメリカではすでにみんなが失敗だったことに気づいているんだ。これ以上感染爆発を起こす前に制御できるようにと願っています。販売されなくなっちゃう前に買い占めなきゃ。私の肌は褐色なんだけどね。笑っちゃう。どんな結末になるんだか。資生堂もこのバカ騒ぎに続くとしたら、ホワイトニング商品で一番人気の白も販売中止だよ。ツイッターにいる一部の急進的なフェミニストの働きでそんなことにならなきゃいいけどね。いい加減人種格差をなくすってことに真剣にならない？ホワイトニング化粧品のことなんてどうでもいいんだよ。どうしてこうなるんだ。中国とかアジア文化は白い肌に価値があるって文化なんだ。欧米人の言う白い肌とは違う意味なんだよ。どんどんひどくなるな。こんなナンセンスを押し付ける勢力は人類の恥。全部を人種とか肌色に絡めるなよ。美白がダメって言うなら日焼けはどうよ。肌を焼いて黒くするのを咎めたりしないだろう。欧米人の先入観による発言のせいでおかしなことになってる。やめるんだ。日本はあなたたちの国ではない。とうとうこのクソみたいな風潮が日本にまで。悲しくなるよ。日焼けが問題じゃないなら美白も問題ないはず。美白って肌のトーンを明るくすることでしょ。人種には全く関係ない話なのに。私は素晴らしい取り組みだと思います。この件で文句を言ってる大半が白人男性たちってのが面白いわ。日本人は元から色素が薄い人が多いのよ。だから他の人種に比べて日焼けしやすいの。美白製品は本来の肌色を取り戻すためのもの。何でもポリコレを持ち出すのはやめて。左翼の考え方は21世紀的じゃない。ほとんど社会主義だよ。そして西側諸国はこの波に飲み込まれていくことになるよ。それでもファシズムよりはマシだが。顔がマルクス主義に屈してしまったか。残念。日光を浴びるのは大切だけど、皮膚がんになる可能性もあるよ。日本人はメラニン色素が少ないから。ひでえジョークだわ。次は日焼け防止のために長袖を着ることとか、日傘も禁止になるんじゃない？綺麗に日焼けするための商品だってあるのにね。これは始まりの第一歩。まあ売り上げは落ちるだろうな。美白製品を買う層は肌を白くしたいから買ってんだ。帽子や手袋、日焼け止めは肌が黒くなるのを避けたいからある。日本ではガングロブームもあったけど、一般的には黒い肌は労働者の肌ってアジア的な考えが強いと思う。言葉の力は強いから一歩目としてはいいことだよ。歯のホワイトニングの未来は一体どうなるの？私たちはとんでもない時代を生きてるわ。意図していない言葉にこだわっていられるほど私たちは暇だってことね。日本が意識高い系に。全く何なんだ。本当に社会問題として認識を深めてるのか、もしくは批判のターゲットになることを避けるためか、どちらなのか見分けるのは難しいけど、
今回のは後者じゃないかな。どっちにしろこうした妥協策が意図通りに機能した試しはない。批判される可能性を恐れ意味のない脅しに屈する完全な愚行としか思えない。素敵な考え方だよ。よく決断した。じゃあ今後は白書を制作するのも禁止な。こういう配慮ってバカバカしいと思うんだけどな。白い肌は悪いことじゃないさ。そして黒い肌も悪いことじゃないんだ。オレオだって黒と白がうまくやってるのに。肌を黒くするために日焼けするのと同じだろ。考え方も好みも人それぞれだよ。価値観は人それぞれ、多様性を認めよう。それ自体は全く間違っていないのですが、何を美しいと思うかを無理やり変えるのは、多様性を認めることとイコールではないと思います。美しさの基準が作られたものであれ、正しいか間違いかを判断するのは個人です。表面上だけ変化させても、本当に望んでいたはずの多様性ある社会は遠のくばかりのように思います。さて、海外の反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。